over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the height, the winds are mourning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf. Their shadows lay be, night or day, and dark things silent crept beneath. The wind went on from west to east, all movement in the forest ceased, but shrill and harsh across the marsh, its whistling voices were released. Farewell, we call to hearth and hall, though wind may blow and rain may fall, we must away ere break of day. Far over the wood and mountain tall. According to some of the Sumerian tablets, so-called the Epic of Gilgamesh, deciphered by archaeologists, Inanna-Ishtar fell in love with Gilgamesh and asked him to marry, but she was refused by Gilgamesh. In response to this, Inanna-Ishtar got mad and asked King Anu to send a heaven bow or bow-shaped boat to attack Gilgamesh and his footfold in Uruk. In this story of the Epic of Gilgamesh, it's interesting to know that Inanna-Ishtar asked King Anu for a bow boat to attack Uruk, and with it, Inanna-Ishtar attacked Uruk. Inanna was counter-attacked by Enkidu, an intimate friend of Gilgamesh, and the boat was broken into pieces. Is this story the one which was created by ancient people as a mythology, or a real one? Or what is the bull boat here mentioned in the Epic of Gilgamesh? Here is my answer
And the blue boat in this story may be most possibly the one excavated in Indus Valley. The one excavated in Indus Valley is a bowl-shaped craft in which you see many soldier-like people with Inanna Ishtar at the back end of the boat. Yes, it is Inanna Ishtar without doubt, and I show it with proof and evidence. ギルガメッシュ叙事詩によれば、あのイナンナはギルガメッシュに恋をしたという。で、イナンナは結婚を申し込んだが、ギルガメッシュはそれを拒んだ。それに腹を立てたイナンナは、アヌ王に頼んで、天の牛と呼ばれる牛の形をした船を送ってくれるように頼んだ。その船で、ギルガメッシュの居城であるウルクを攻撃するためにである。が、その天の牛はギルガメッシュの友人であるエンキドーによって反撃され破壊される。いいですか皆さん、イナンナがギルガメッシュに恋をした、結婚を申し込んだが断られた。その腹いせにイナンナはアヌ王に頼んで天の牛と呼ばれる船を送ってもらう。その天の牛を使ってウルクを攻撃した。が、その攻撃はギルガメッシュの友人のエンキドーの反撃によって破壊された。と、大変興味深い話であるが、この話はただ単なる神話、つまり作り話なのか、それとも実話なのか。実はこの話を裏付ける物的な証拠が遠く離れたインダスバリーで最近見つかっている。天の牛、つまりは牛型 UFO をそのまま思い起こさせる乗り物である。そしてその乗り物に乗っていたのは紛れもなくイナンナ・イシュタールである。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではギルガメッシュ叙事詩のその部分を紹介します。東京在住の TM さんから送り届けていただきましたギルガメッシュ叙事詩イシュタールの冥界下り、矢島文雄著によれば、イシュタールの恋物語について次のようにあります。それをそのままここに朗読させていただきます。天の牛神話の起源。女神イシュタールは杉の森への遠征から戻ってきた英雄ギルガメッシュを見て恋慕し、彼に結婚してくれるよう誘いの言葉をかける。しかし女神はギルガメッシュに霊障されて激怒し、父なる天神アヌに向かって天の牛を送ってくれるように頼む。これをギルガメッシュの住むウルクに向けて送り込み攻撃させるためである。女神イシュタールは父神に向かって、もしこの頼みを聞いてくれなかったならば冥界の扉を打ち破り死者たちをよみがえらすと脅迫している。エンキドーは飛び上がり天の牛の角を捕まえた。首と角の間に彼は剣を突き刺した。牛を殺してから彼らはその心臓を引き裂き、シャマーシュの前にそれを置いた。
ところが天界の掟によれば、天の牛を殺した者は死なねばならない。こうして神々の決定により延期道が死ぬことが決められ、彼は十数日にわたって熱病に苦しんだ末に死ぬ。ギルガメッシュは親友の死を悲しみ、この後永遠の生命を求めてさまようことになるが、これがアッカド語、アッシリア、バビロニア語版のギルガメッシュ叙事詩の全体を貫く主題となっている。もう一度最初から簡単に説明します。左が延期ドゥです。その右、ライオンを抱えているのがギルガメッシュです。そのギルガメッシュにイナンナ・イシュタールが恋をします。がギルガメッシュはそれを断ります。それに腹を立てたイナンナ・イシュタールはアヌ王に頼んでヘブン・ボール、天の牛を求めます。その天の牛がインダス・バリーで見つかりました。その動画をここにつなげておきます。どうかご覧になってください。Kong hit aliens in Indus Valley. 皆さんこんにちは。インダス川の流域のですね、まあインダス Valley 谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけども、それがわかりました。マコテさんがですね、Ancient Origins という、まあ信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけども、その中にですね、まあこの中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました。まあそれを今日翻訳して皆さんにお届けしますけども、なぜこれが重要な意味を持つかというとですね、今までそのインダス、まあ、文明を築いたね、エイリアンが誰であるかよく分からなかったんですね。しかし、これで、まあ、ほぼと言いますか、分かったということですね。まあ、それを翻訳してみましたので、お読みください。まあ、並行して話させていただきますとですね、まあ、要するに、シュメール人、まあ、いわゆるその、いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、三人のエイリアンですね。一人は、レプタリアン。もう一人は、コーンヘッド。で、もう一人は、トールワイトですね。まあ、その他にいろいろな混合種といいますか、ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、太古の昔、地球にいたのは、この三人の、いわゆる、まあ三種類と言ったらいいのでしょうか、エイリアンということは分かってきました。で、その中でもですね、特にインダス川流域のエイリアンは分からなかったんですね。で、インダス、文明の、まあそこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴですね、まあ文字がですね、一致しているということは、まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと調べてきたところ、インダス川のエイリアンたち、まあエイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時に
カパドキアへ逃げていっているということまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インダス川のですね、エイリアンが誰であるかということについては、謎のままだったんですね。しかし、コーンヘッドということになりますと、イースター島へその文字を伝えたのも、あれは逆かもしれませんけども、コーンヘッドということになるわけです。もちろんコーンヘッドも、は日本へも来ていました。埴輪の中には、コーンヘッドを思わせる埴輪が見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、もっとも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コーンヘッド、あるいはトールワイトがどういう位置づけになるかは、まだ謎のままですけども、ともかくもインダスバリーにですね、コーンヘッドが関与していたということが、今回わかりました。まあ、皆さんが今見ていただいている写真はですね、これはインダス川で発見された、まあ、実に不可解な、まあ、土器ということになりますね。テラコッタです。まあ、そして、エイリアの世界では、男と女で、だったら、女性の方が地位が高かったみたいですね。私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。
まあ、ということですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているエイリアンがですね、誰かということを照合してみました。左がインダス、バリ、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。頭が長いところ、それから鼻がくちばしのようになっているところ、目がね、細くて長いこと。で、体つきも非常によく似てますね。それからボタンのような目の、丸いものをつけています。そういったところが大変よく似てるということですね。まあこれほぼ同じ、エイリアンと見ていいわけです。もちろん人間じゃありませんね。まさにシュメール人です。そして、このシュメール人が、実はインダスバリーへも来ていたということになります。インダスバリー、まあ、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そしてその中には整然と乗組員が並んで座っています。まあ、これをその船であるとか、というのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけてみましたけども、バビロニア、もう少し南の方を占めるって言うんですけども、バビロニアとインダスバリー、距離は 2350km です。まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダスバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。では、結論ということになります。ギルガメッシュ・ジョジシです。ギルガメッシュは実在した王であると言われています。数々のそれを裏付ける証拠が出てきているからです。で、左がエンキュドゥ、その右がギルガメッシュ。ライオンを抱いています。そのギルガメッシュにイナンナ・イシュタールが恋をします。結婚を申し込みますが、ギルガメッシュはそれを冷たくあしらいます。それに腹を立てたイナンナ・イシュタールはアヌ王からヘイブン・ボー、天の牛を手に入れて、そしてギルガメッシュの本拠地のウルクを叩きます。その天の牛の模型と言ってよい土偶がインダス・バリーで見つかります。こうして神話が物的証拠とともにつながりました。つまりギルガメッシュが実在したというのなら、イナンナ・イシュタールも実在したということになります。もう一度ギルガメッシュ叙事詩をお読み、皆さん自身でご確認ください。東京在住の TM さんから送り届けていただきました。ギルガメッシュ叙事詩、イシュタールの冥界下り、矢島文夫著によれば、イシュタールの恋物語について次のようにあります。それをそのままここに朗読させていただきます。天の牛神話の起源。女神イシュタールは杉の森への遠征から戻ってきた英雄ギルガメッシュを見て恋慕し、
連母し、彼に結婚してくれるよう、結婚してくれるよう誘いの言葉をかける。しかし女神はギルガメッシュに霊障されて激怒し、父なる天神アヌに向かって天の牛を送ってくれるように頼む。これをギルガメッシュの住むウルクに向けて送り込み、攻撃させるためである。女神イシュタールは父神に向かって、もしこの頼みを聞いてくれなかったならば、冥界の扉を打ち破り、死者たちをよみがえらすと脅迫している。炎鬼道は飛び上がり、天の牛の角を捕まえた。首と角の間に彼は剣を突き刺した。牛を殺してから彼らはその心臓を引き裂き、シャマー氏の前にそれを置いた。ところが天界の掟によれば、天の牛を殺した者は死なねばならない。こうして神々の決定により炎鬼道が死ぬことが決められ、彼は十数日にわたって熱病に苦しんだ末に死ぬ。ギルガメッシュは親友の死を悲しみ、この後永遠の生命を求めてさまようことになるが、これがアッカド語、アッシリア、バビロニア語版のギルガメッシュ叙事詩の全体を貫く主題となっている。